はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の逆関数丸2をお送りします。で、前回から逆関数スタートして、で、今回は指数関数と対数関数の逆関数ですね、これを4もやっていきます。なので、ここで一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回は逆関数求めるだけにしてるんですが、グラフを書けっていうのもわりかし出てきます。まあ、この指数関数と対数関数の時にね。なので、ちょっと全部書くと場所入りきんないんで、後で1番だけ、これだけね、ちょっとグラフ書く感じも入れますが、まあ、ひとまず解いていきましょう。で、今回はログと、まあね、対数と指数が出てきてます。で、これに関しては昔数2で勉強してて、そのログとね、まあ、対数と指数をこう繋ぐ公式があるんですよ。で、一応、自分の動画で使った文字に合わせたいので、それちょっと使いますけど、P イコール、ちょ、こっちがくね、ログの AM だっけな、その時。そう、AM。これを、今対数になってますよね、ログ使ってるから。で、これを指数に直したらどうなるかっていうと、これは m イコール a の p 乗になります。で、ここに関しては数2の自分の動画だと131番がそれに該当するんですけど、なんだっけ、この動画の一番最後、最後にアナウンスするときにそこにリンク貼っておきますんで、復習したい方はぜひそこを見てみてください。なので、今回それを使います。いいかな。こっから変形していく。前にもやったように、逆関数っていうのは、x と y を変えたいんですよ。変えて y イコールに戻したい。で、今、例えばこれを使って、こっから右側に直します。ログから右側にね。で、単純な覚え方としては、これ、右から m イコール a の p 乗って使ってください。これが一番簡単です。覚え方としては。つまり、この場合も、まず右から、x イコール2分の1の y 乗なんです。これ、カッコつけようか。こうだね。こう変化できます。で、変化させてしまえば、y と x 入れ替えると、y イコール2分の1の x 乗。ちょっと詰まっちゃった。ってなるから、これで終了なんです、もん逆関数。だからすっごく簡単でしょ。そう、全部これでいけます。指数と対数は。なので次。y イコール、2の x プラス1乗になってるので、今度はこっちからこっちに戻す感じ。いい？で、戻していく。ごめんね。で、これに関しても右からいきます。x、肩についてる指数から。x プラス1イコール、ログ2の y ですね。こうなる。こっちも同じです。m イコール a の p 乗になってるんで、右から使ってください。ただ、x イコールに直す必要があるので、x イコールプラス1を右辺に持っていくと、ログ2の y マイナス1です。で、y と x を入れ替えれば、y イコール、ログ2の x マイナス1と、なって、これで終了となります。では、ガンガン行きましょう。次またログですね。なので、右から。このカッコの中の x マイナス1イコール t の2の y 乗だね。こうなる。で、あとはまたマイナス1右辺に持っていって、まあもちろんね、この1行書く必要はないっす。普通にやったらね、頭の中で処理しちゃって構わないんですが。で、y と x 入れ替えて、y イコール2の x 乗プラス1と。ね、これで OK です。しまったな。グラフ書くために、どうしよっかな。そうだね。まあ、いいか。4番行きましょう。最後ですね。で、これちょっと気をつけなきゃいけなくって、さっきと同じようにやっていくと、x イコールマイナス3の y 乗になるんですよ。で、それで行くよりも、先にこれマイナスをちょっとね、処理しちゃいます。つまり、両辺にマイナスかけて、こうやって、まあ、自分やっちゃうんですけど、こっから行きます。いや、そうすると、x イコール、喉が、ごめん。x イコール、ログ3のマイナス y とこうなる。で、x と y 入れ替えて、y イコール、ログ3のマイナス x と。
なんて、これで終了となります。で、なんでマイナス処理するかっていうと、このままやってしまうと、x イコールログマイナス3の y になるんですよ。で、t がマイナス7だとまずいので、そう。だから、さすがにマイナスで処理してしまうと。で、これで OK です。だから、逆関数を求めるだけであれば、これで OK。t と指数関数も対数関数もね。では、最初に言ったように、1番だけグラフちょっとやっていきましょう。そうだね。絶対にこれ詰めて、ここにグラフがあってね。ごめんごめん。まあ、いけるでしょう。よいしょ。で、指数関数のグラフとか、対数関数のグラフ、まあ、結構昔に、下切れてるね。勉強した内容なので、何やっけなって思う方は、その、一番最後、アナウンスのとこに一応この、これじゃねえや、131番、これのね、動画のリンクは貼っておくんですけど、その前後に、指数関数のグラフとか、対数関数のグラフも自分やってますんで、まあ、復習したかったらそこをぜひ見てみてください。では、まずこいつね、のグラフを書くと。で、これはもう指数関数なので、まず指数っていうのは、0乗したら絶対1ですよね。2分の1の0乗も、5の0乗も、10の0乗も1です。つまり、0を入れれば1になるから、0、1を絶対通ると。こうやってね。を通る。で、まあ、2乗、3乗ってこうやって増えていくわけですけど、この部分が1よりちっちゃい数、今2分の1ね。1よりちっちゃいんで、どん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 減っていきます。つまり、この、関数はこうなっていく。でも、負になることはないので、こういうグラフになります。0、1を通ってね。で、あと1箇所ね、あと、もう1箇所通るところ入れておきたいので、例えば、ここ、まあ、1乗とか2乗入れて、2の4分の1とか書いてももちろん構わないんですけど、整数の方が個人的には綺麗だなと思いますので、マイナス1がおすすめです、これは。マイナス1乗っていうのは、ひっくり返す。2分の1を。分数をね。だから、マイナス1乗すると、ひっくり返って1分の2。つまり、ちょっと自分のグラフ良くなかったんですけど、マイナス1の時、2になります。だからこの2箇所を通るって書けば OK です。このグラフとしてはね。で、一応おまけなんですけど、この元々の y イコールログ2分の 1x ってありましたよね。で、これは対数関数なんですけど、で、対数関数はログほにゃらら1っていうのが0なんですよ。だから、1の0を通る。まあ、それはね、数人の時にもやりましたけど、1の0を通ると、ここね。0を通って、で、これ、t が1より大きいとちっちゃくなっているので、グラフとしては、どっちだ?ん?こっちか。下がっていくので、これね、こうなって、これね、かけるか。よいしょ!ちょっと下が切れてるけどね。まあ、こういう関数になります。この黒の方が元々の y イコールログ2分の 1x のグラフね。これ10、ごめん、いいな、10通ってると。で、前の動画でもやったように、元々の関数と逆関数っていうのは y イコール x ね。これに対称になってると。で、これも2つなってるんだよね、ちゃんとね。ちゃんとなってますよ。まあ、この説明をしたかっただけなんですけど。ひとまずグラフをかけって言ったら、まあ、こういう風に昔やった指数関数と対数関数のね、グラフの知識使ってやってください。で、この辺に関しては、まあ、それをログ 2x のグラフ書いて、y 軸方向にマイナス1平行移動する。まあ、1個下がるってことね。これは y イコール2の x 乗のグラフを書いて、y 軸方向にプラス1、つまり1、1個上げるっていう、まあ、平行移動するだけなんですけど、まあ、そういった感じでグラフも書けますので、ぜひこんな感じでやってもらえたらと思います。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回今表示されているのが、このね、数3のこの章の再生リストと、動画内でも言ってたその131の動画と、そこの指数関数、対数関数の再生リスト載っけておきますので、よかったら使ってみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。